はい、ということであちらの Y 山田というスーパーなんですが、こちらベレンにほんとたくさんあるチェーン店のようです。で、まあ、こちらベレンという都市はブラジル北部、まあ、アマゾナス地域のプレベルの、大都市になります。まあ、昔からその大きな港があった関係でヨーロッパの国々との貿易なので栄えて、もう非常に歴史のある町になります。そして日系社会ですねの歴史も非常に古いようで、本当にサンパウロに次ぐ、まあ、ブラジルの中でですね、もう第2位第3位を争うぐらい日系人の多い町にもなります。はい、で本当に今日系人、そして、日本の企業の方で働かれている方々含めて、日本文化の根強い地域のようですね。なので多分あの Y 山田っていうスーパーも、まあ、ベレンの山田さんという方が、始められて、ベレンで、チェーン店として定着してるんじゃないかなと思います。はい、そんな感じですかね。本当に、日本の、まあ、領事館もこちらベレンにあったりですね、本当にそれだけ、日本人の方が多いんだなということがもう街から伝わってきました。以上です。デュデュン。